音ですね。いい音してきた。来ましたよ。誰だ？二人乗ってますよ。二人乗ってるよ。誰だ？ピースしました。ピースしました。お二人ともピースです。出た！ジローラモさん。本日のゲストはパンツェッタジローラモさん。イタリア・ナポリ出身の49歳。NHK 教育テレビのイタリア語会話の出演をきっかけに人気を博し、男性ファッション誌レオンでは人気モデルとしてちょいワル親父の代名詞的存在となりました。今日はそんな彼が初めて乗った車から現在の愛車に至るまで、その華麗なる愛車遍歴を振り返ります。ジローラモさん、ふさわしい、1回目にふさわしい、すごい。隣の方は、隣は呼んでくれてありがとう。そうですね。隣のことは、お友達、今日名古屋からお越しいただいた伊藤さんです。名古屋からお越しの伊藤さん、はい、これ次郎さんの車なんですか？私の車じゃないんですけど。何人の車？私の車うちにあるから持ってくるのは結構大変だったから、あのちょっとお願い頼んで、私の車よりもちょっとかっこいいだからそれ持っていて。これだって限定のじゃないんですか？そうです、これ限定ですね。現在ジローラモさんが乗っている車はこちらのフィアット500シリーズの最新モデル。そしてこのモデルをベースにフェラーリがチューニングしたのが先ほど登場した限定車。フェラーリからインスパイアされたデザインはもちろん、エンジンの出力もパワーアップ。日本では限定150台しか販売されておらず、およそ1週間で予約終了となった1台である。ちょっとお借りしてよろしいですか？あ、どうぞ。すいませんね、名古屋から持っていただいて。でもうこの後帰れって言われてるんですよ。あ、でも全然帰っていただいても構わない。全然多少ぶつけちゃいますけど。ありがとうございます。ぶつけないでね。大丈夫です。ゲストの愛車をとことん調べる愛車点検ならぬ愛車ドックをスタート。こちらですね、はい、3代目の、フィアット500はチンクエチェント、チンクエチェント、合ってますか？発音的には すごく久々に登場した車なんですね。この前初代2代目とあって、はい、そして、2008年にヨーロッパカーオブザイヤーを受賞、そして2009年にはワールドカーデザインオブザイヤーも受賞してるんですね。すごくデザイン的に優れた車なんですが、はい、あと最近ですね、あの2気筒のツイン、昔のフィアットチンクエチェントのモディファイじゃないんですけどね、そういうのをこう解雇させるようなエンジンも登場しましたね。この時代に2気筒の車なんて、ね、今やること違いますね、やっぱイタリアは。ありがとうございます。2気筒ですよ。これ3代目のフィアット500購入した理由は、私にとって一番最初免許取った時にこの車を乗ったんですね、一番古いです、古いやつの初代フィアット500を出たら、やっぱり思い出で私ももう一回買ったんですね。なるほど。次郎さん車好きはもう分かってますが、うん、今まで何台ぐらい乗り換えてます？何台ぐらいと言ったら覚えてないぐらい。覚えてないですね。覚えてないって言っちゃうと番組終わっちゃうんだ。これはもう整理してきてくれないと。ビビビビ、30台ぐらいかな。そんな、はい、30台。必ずいつも新しいやつじゃなくて、誰が新しいやつを買って、うん、ちょっと安くなったところで私乗っちゃって撮ってて。そんなジローラモさんがイタリアで最初に乗った懐かしの愛車が登場です。こちら見てみましょう、どうぞ。おー、音がいいな。目つぶったらあの車だな。わかる。おー、かわいい。あ、どうも。どうも。こんにちは。東京都北区からお越しの山口さんに持ってきていただきました。わりかし近いですよね。わりかし近いです。ありがとうございます。これ何年ぐらい乗られてるんですか？これだけで32年乗ってる。32年これを。すごい。綺麗にしてますね。ジローラモさんの最初の愛車フィアット500、先ほど登場した新型フィアット500の実に50年前、1957年にデビューしたイタリアを代表する国民車。生産終了までの20年間におよそ400万台も製造されたロングセラー車である。
こちらですね、2代目の、フィアトチンクエチェントになります。発音うまいですね。うまいですか、ね、よかった。これなんて言うのかな、すごいずっと心配だったんですけど。届かないでください。発音うまいね。2代目はこうちょっと丸っこいね、可愛らしいボディになったんですけれども、それまでこう割とスクーターで皆さんに移動しなさって我慢したんですけど、これが出てきたことで一気に皆さん乗り換えたというね。なるほど、ね、そうですよね。デザインもですね、当時この自動車の技術者だったジアコーサさんっていう人がクレーモデルをこうやってこね回してるうちになんとなくできちゃったと。すごいシンプルな車ですね。そうですよね。でこう丸みがあるんで、こう強度とかもうまく出しやすくてね、非常に軽く作られたんですって。これ駆動方式が面白くて、うん、RR なんですよ。RR、はい、ポルシェと一緒だ。この上のこのさ、そのサンルーフがさ、うん、エンジンの音を逃がすために作ったって言われてるんでしょ。そうですそうですそうです、ね、じゃあなんであのこれ買ったんですか。一番最初免許を取った時に、まあ、家族からプレゼントされたんですね。ほとんどのイタリア人は多分一番最初の車はチンクエチェントですね。全てのイタリア人この車の中で結構いろんな思い出があるんですよ。へー、実はその思い出はイタリア人のカルチャーを体現するものだったのです。この車は一番最初の時に、うん、出た時に、うん、シートは、うん、あのなんてこういう多分この感じ、これは、うん、ならないんですか。シートあこれはバケットなんてならないんです。ならない。一番最初、はい、最初出た時にこんな感じだったんです、うん、後ろに下げることできなかったんです、うん、だからあんまりそんなたくさん折れなかったんです。2回目トレーニングしないんだ。そうです、2回目出た時にトレーニングしてたんです。倒れるのあれ超バカ潰れたんです。日本にロボホテルあるじゃないですか。ロボホテル、ロボホテル、あ、はい、ラボホテル、ロボホテル。イタリアにないんですよ、はあ、だから私たちはだいたい例えば自分の彼女だと、まあ、公園とか、はあ、いろんなところに行ったけど、車あれば全部シートが全部下がれば車の中でできるわけです。このおかげさまで多分いっぱい子供生まれてるって。マジですよ。あ、本当？あとは外から見られないようにこっちに新聞つけるんですね。新聞、はい、でだったら見られないからみんな頑張るんですよ。なるほど。だから深い思い出があるんです。倒せるようになってからバカ売れしたってことは、まあ本当にそれが原因だね。知ってました？そういう事実。いや知らなかったです。前の方なんかすごいやってますよこれ、うん、倒せるようにしとけばよかった。でも不思議なのがさあ、はい、イタリアの人はまあまあ車でそういうことをするわけでしょ、なのにもかかわらず小さい車の方が流行るじゃない、なんだろう、大きい車が流行ってもよくないですか、だったら、そうだけど沖縄車はまだ値段が高いじゃないですか。だからこれは誰でも買うことできたんです。現金じゃなくて、なんてガップで、ゲップで買うことできたんです。じゃあ山口さん、はい、ちょっと車お借りしてよろしいですか。あ、どうぞどうぞ、ぜひ乗ってみてください。いいですか、はい、サーキットで懐かしの愛車フィアット500を試乗することに。これがいい、みんなでワイワイ。これあとエンジンかけるのこれね。これエンジンどこ、これおお、ここでかかるの。そう、これはすげー、懐かしい、懐かしいな。これはいい。わあ楽しい、このちっちゃい車で。ああ面白い。結構いけるんですねこれ。あ、いいね。RR なんで、はいはい、ソーダリンは前じゃないですか。でリアエンジンの上に、上から八幡かかるとかリアタイヤがエンジンがあるんで、なので結構走るんですよ。すごいな、この車さっきタイヤ鳴らしてましたね。持ち主心配しちゃうじゃんこれ。荒いな、ヒロさん、はい、これ思い出すでしょ。私たちはガソリンするときに、あのなんて満タンしないの、そんなお金ないから。だからワンコインといったら、例えば500円だったらガソリンスタンドのところに、すいません500円お願いしますとか。500円、そうです。でも俺らも昔はなんか1000円分とかして入れた入れた。あとは友達みんな同じ車乗ってるから、本当に友達の車から何回も盗んだことあるんです。ボンベ入れて口で口に振ってね。やっぱね、うん、古い車のこの楽しさ、これ乗っちゃうとやっぱ欲しくなんだよね。やっぱりスピードそんなたくさん出さないけど、うん、街中で結構出してる感じがするじゃない。する、うん、あのスピード感があるの ね、ちゃんと車高が低いっちゃう。車高低いし、エンジン回してるし、回してるし、このぐらいこのエンジン回せると楽しいんだよね。今あんま回せないもんね。回せないね。もう楽しくなっちゃってね。ご機嫌じゃないですか、もう。そうです。もうまあでも分かるわ気持ち。い
いやあ、ありがとうございます。最高。キュウカも、いや、ジローラも興奮しすぎだよ。すんげえタイヤ鳴らせたよ。ご機嫌になっちゃってもう飛ばす飛ばす。キーキー言ってたもんな。人の車なのにタイヤ鳴らしまくるからね。これすごいね、この車。楽しい。楽しい。いや、いろんな思い出が。やっぱ楽しかったですか。楽しかった。やっぱりね、この車はすごいですね。もう一回買いたいですね。ね、昔のやつですね。じゃあね、はい、気分も良くなったところで、はい、ジローラモさんの愛車遍歴を見ていきましょう。やっぱりフィアット500はいいね。やっぱいいよ。結局いい。いいですよ。あの車いいですね。小木好きだもんね。もともとちっちゃい車好き。結構乗ってましたよ。うん、僕ら、まあ、やはりもそうですけど、やっぱ昔やっぱちっちゃい車。うん、ちっちゃい車。イタリアだったら、駐車場があまりないんですよ。だからあっちこっち止まりやすい車はやっぱりちっちゃい車の方がいいですね。あと止まるときに前の車ぶつけて後ろの車ぶつけてとか入るとやっぱり自分の車は新品だとダメですね。ちょっとボコボコがついてるやつはあとはちょっと汚れがついて泥棒も盗まないし、そういうのでちょっと汚すんだ。泥棒のやつ嫌いない。バンパーを壊すためにあるんですもんね。そうですね。確かちょっと前に出てるもんね、なんかバンパーだけがなんかね、車から。そういうもんなんだね。それではジローラモさんの愛車遍歴、うん、はい、イタリア時代をね見ていきましょうかね、うん、18歳ですね、うん、ピアツのチンクチェント初めての車ということでありましたが、ね、はい、こんな感じです。お、19歳がシトロエのドゥシーボ、そして20歳の時にプジョーの504ディーゼル、そして24歳でルノーエスパスと。お下がり、はい、お下がりっていうのは兄ですか。そうですね。新しい車買ったりとか、うん、飽きちゃったら売るより私に移るとか、まあ、安い値段で、あとはまあちょっとずつ洗えばいい、うん、今でも洗ってない車あると思うんですけど次に手に入れたのは1948年にデビューしたフランス車シトロエン・ドゥシーボ。ユーモラスなデザインと合理的な設計が売りの小型大衆車は世界屈指のベストセラー車でおよそ387万台生産されている、あれすごい車ですね。卵をね運んでもこう割れないっていうので、はい、すごい柔らかいサスペンションなんですよ。農家のために作った車ですね。日本ではあのチャールストンっていう特別車が ね、すごい人気になりましたよ ね。その車はシートは残念ながら下がれないんですよ。あら、あ、シート出た。一番重要なやつじゃないですか。これはもうだけどいいポイントがあるんです。一つのベンチみたいになってるんですね、はい、だから間にスペースないんですよ。なるほど。だから最初の初デートバッチリですよ。だから運転するときに柔らかいじゃないですか、うん、ちょっとカーブのところに入るとちょっとわざと巻くとこっちについてくるんですよ。基本的に女の子とやらしいことできる車が好きなんじゃないですか。ただシート下がらない。それ分かります。シートが下がらないのね、はい、でプジョー504ディーゼル、504ディーゼル、はい、うん、私はもらった車は結構古い、だ超遅かった。なぜかというとボディ重いし、エンジンディーゼルだから重いんですよ。だからスピード出しても多分110キロしか出さなかった。ただその車は結構大きいですよ。シートは結構全部バッバッ下がるとそれダブルベッドみたいになるんです。ダブルベッド、はい、だからダブルベッド買えたんだ。そうです。だからピジョー使う時にうちの方、あ、これから頑張るなジローさんに持ってこいの車、日本車ありましたよ。プレリュードね。プレリュード、そうだ。あのね、こっち側に助手席を倒すレバーがついてるわけ。本当ですか。あの、普通無理でしょ、運転席側から行けないでしょ、はい、なのに運転席側に助手席の倒すシートがついてる。すごい。今考えたらそれ用だったのかね、プレリュードもね。そうかもしれない。運転席からパッて倒す。パッて倒す。ちょっとやらしいですね。時は結構これね、時代のジローラモさんの写真があるんですよ。こちらなんです。あら、若いな。違うね、顔。これ二十歳。二十歳、そうですね。老けてんね。あ、そこよく言われる。あの時はよく老けてる。今の方が若いと言われてる。老けてるって言われてた。ジローさんも足がかかとつけないぐらいの椅子に座ってる。足が短いのか分かんないけど。そして次がですね、24歳の時にルノーのエスパスということで、うん、時速170キロって書いてあるんですけど。そうそうそう。これはすごい車ですね。はい、ヨーロッパ初のミニバンとしてデビューしたフランス車ルノーエスパス。
1984年発売当時斬新なデザインが受け瞬く間にベストセラーになった車である。その車結構170キロ80キロスピード出せる車だったんですよ、うん、あの7人乗る車が、出るんだ。そうです、当時はすごい人気があった車ですね。ミニバンで、それまではあのほら7人乗りとかのミニバンって商用バンの派生系だったんですけど、これ乗用車からの派生系でできてるんですね。だから日本で言えばトヨタのエスティマが最初乗用車の乗用車専用専用ミニバンって出てきたんですけど、それの6年前かなエスパスが出てきたのは。だから本当パイオニア的存在なんですよ。なんでミニバン乗ったんですか。あ、ミニはやっぱりみんなと一緒にワイワイすることですね。やっぱ怪しいね。怪しいよね。選んだあれ実はあの車の中でそういうことしてないんですよ。一番しなきゃいけない車でしょ。いや、それはしやすいよ。そうだけど、うちはその時はでっかいガレージ買ったの、うん、だからでっかいガレージは結構10台車入るから。そんなでかいの、みんな入るんだ、はい、ガレージの中で部屋できたんですよ。あの車の中で。そうできた。でもなんかね、車、愛車遍歴でさ、最初だけやっぱいたしだけど、フランス車に行くの。ずっとフランス車だね。みんな結構イタリア人のイメージは、みんなイタリアの車ばっかり乗ってると思うんですけど、そういうイメージすごいある。そうじゃないですね。イタリアの車もありけど、それすごい競争が激しいから、うん、そのフランスの車とかドイツの車とか、まあ、イギリスの車はそうでもないんですけど。イギリスは人気ないんですか。あんまり人気ないですね。イギリスが人気ないんだ。まあオープンのやつはカブリレの魅力があるけど、けどフランスとかやっぱりすごい進んでるんですね。ルノーとかビジョンだんだん。フランスの方が信頼度が高かったんですかね。でこの後日本に来るんですか。そうですね、日本に来ましたですね。何しに来てんの。何しに来てんの。すいません、あのみんなに迷惑かけようと思って。私みたいな人いないからちょっといいチャンスかなと。私みたいな人はいないから日本に来たの。そんな理由あるないじゃん。そんなの。うちのお父さんの友達が建築家、お兄さんも建築家、私もそれで大学に通ってね。それである友達が日本人の建築家について本を出さなければならないと。私たちにとって日本は遠い国じゃないですか、はい、めったに行かないから、だからちょんまげの国と思ってたんですよ。だからそれだったらちょっと行こうかな仕事で、それで一番最初大阪に行ったんですね。建築で来たんですね最初は。ナポリ建築大学在学中の1986年にジローラモさんは初めて来日を果たします。で最終的には建築家になるはずだったんですか。そういうわけでも、いやそれはなったんですイタリアで。けどイタリアで私大体古い建物を修復する専門家ですね。あ、そんなことやってたんですか。はい、すごい。誰も知らないですよ日本人。そんなことしてきた、そうですよね。すごい。日本で言ったら宮大工の人でしょ。そう、まあ、似たようなもの、ね、すごいな。その後日本に強い魅力を感じたジローラモさんは1988年から日本に住むことになりました。それでは続いての愛車に登場してもらいましょう。どうぞ。いや楽しみだね。ね、何が来るのか。おお。わあ。これも懐かしいだな。ね、これジローさんの愛車遍歴にまさかの日本車、そしてこれはそうですね。シティ。そうです。シティターボですね。シティターボ持ってきていただいたのは山梨県から持ってきてくださった大西さんです。ありがとうございます。もうバリバリ絶好調ですか。絶好調です。絶好調、はい、すごい。だって何年ですかこれ。1983年。88年ものよ。すごい。それでバリバリだからやっぱすごいね。国産は。国産はすごいね。すごいよ。日本で初めて手に入れた車、ホンダシティターボ。1982年にデビューし、当時では珍しいトールボーイと呼ばれる背の高いユニークなデザインを採用。そのルックスに加速とパワーが加わり、当時の若者に絶大な人気を博したモデルである。こちらはですね、シティターボなんですけれども、はい、こうちょっと背が高いトールボーイスタイルっていうのが特徴的でして、はい、これの、試作車が登場した時に本田宗一郎さんが、牛が小屋から出てきたのかと思ったって言った逸話があるぐらい、こう背高
いのが特徴的だったんですね。その時そんなになかったってことですね。そうなんですよ。だけど立体駐車場に入るように1470っていうね、前後で、そうなんです、抑えられてるんですね。はい、ホンダの車なんでね、すごく元気のいい走りが特徴で、こうヨーロッパではこうホンダジャズっていう名前で昔売られたんですけど、まあシビックの弟分として登場した車ですね。なるほど、はい、数ある日本車の中でなんでこのシティターボを選んだんですか。あの見た時に、うん、他の車と違って形が可愛かったし、あともししたらこれの思い出があったかもしれない。だからちっちゃいし、エンジンも結構ターボついてるし、あとはクーラーついてあったんですよ。ずっとイタリアからクーラーついてない世界で、このクーラーついてる車、日本車買うほどありましたって。もっとびっくりしたのは、中に冷蔵庫みたいなやつがあったの、こっちは。冷蔵庫？冷蔵庫というのは、これ。本当だ。俺もびっくりしたよ。すごいね。知ってる。クーラーついてるし、冷蔵庫もあるし、あとはセックスカードもできるし。セックスの話やめてください。セックスバテるから。おお、いい音。これそうだ。おお、怖い。怖いわ。攻めるね、攻めるね。下吸ってんのこれ。ちょっと吸ってますね。でも背が高い割には結構安定してますよね。あ、ね。安定してるね。パワーがあるな。やっぱいい車だね。いい車だよ。やっぱ流行るには理由があるんだね。どれぐらい乗ったんでしたっけ。2年間ぐらいかな、1年間2年間。だからすごい、日本の場合は中古の車は安いじゃないですか。安い。イタリアは高いんですよ。じゃあ売るとき高く売れるんだ。高く売れる。だから私一回イスズ何の車だったか今覚えてないけど、それを買って2年後かな、売りに行った時に8万円しかもらってなかった。超ショック、びっくりした。まあびっくりして下がりますからね。いいな。いや、やっぱりクーラーがいいね。いやいや、クーラーじゃない。びっくりした。早い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 。何、ものすごい良くない。うん、すごいいいよ。なんかドッカンターボが懐かしくて、でも早い ね, ねえ。ちょっと飛ばしすぎね。飛ばしすぎ。あの飛ばすの慣れてからだったら分かるけど、まだ久しぶりに乗ってすぐに行っちゃうから、やっぱり昔の思い出があるから。その時は押すとターボがバンついちゃうから。なるほど、ね、そういう気持ちがすごい。気持ちもターボで行くぜって。分かるけど、いきなりすぎなんだよね。いやー、シティターボはなかなかの車ですね。すごいね。28年前の車でしょ。当時すごかったでしょ。やっぱりこうレーシングカーになるぐらいですから、やっぱりこうスポーティーなのが好きって、それでちっちゃくて軽くてゲームで走るのが好きっていう人が大人気だったんですね。売れましたよね。売れましたね。うん、すごい。そういうのは知らないけど、デザインだけで気に入って買ったんですね。デザインとターボ。ターボね。その後何乗ったんですか。いろいろ乗られてるので、ちょっと抜粋して紹介したいと思います。そうですね。まず26歳でシティターボ、ね、初めて日本車乗りましたね。はい。そして29歳でマセラティのカリフ、そして30歳でアルファロメオスパイダー、36歳マセラティクーペ、42歳マセラティグランスポーツとね、ちょっとマセラティ続く感じなんですね。シティターボの後にマセラティって。そうですよ ね, ね。そうですよね。日本ではあんまりありえない。これイタリア人って書いてありますけど。というのは日本に来て、やっぱりイタリア人、イタリアの車乗らないのと言い始めたから、そうかと思った。だから自分でアピールしないといけないから、世論に負けたんですね。そういうことなんだ。イタリア車マセラティカリフ、1988年に登場したこの車は、ラグジュアリー路線を歩んできたマセラティが久々に放ったツーシータースポーツカーである。それの中でもカリフを選んだっていうのは、これ2ドアであることと、あとターボなんですよ。そうです。ターボとおっしゃってたんで。そうですね。最初買ったのはそのマセラティで、はい、真っ赤でイタリア人ぜーの。それで中古だったんですね。やっぱり新しく買った方がいいかなと思って、嬉しいの温泉で友達仕事してて、会いに行ったら、その車の出会いだったんですね。アルファロメオ、佐賀県でアルファロメオスパイダーですね、はい、の出会いがあったということなんですね。九州の知り合いを通して出会ったのがアルファロメオスパイダー。
そして36歳の時にマセラティクーペを所有。この高級スポーツカーで恥ずかしすぎる事件が起こります。すごい綺麗な、まあ、モデルさん一緒に仕事してて、それ夜出たして隣に乗って赤坂の交差点のところで出発しようと思ったら車出発できなかった、動かない、マセラティの人電話したら、ちょっとだけ動かせば押せば多分大丈夫だよって言って信号のど真ん中のところでみんなから見られてるじゃないですか。ネクタイ締めて車の上にこれを動かすかっこ悪いじゃないですか、うん、この上に座って目立たないようにこれをそこは別にもういいでしょそこかっこつけるじゃないよけどだってみんな指さしてるわけですよ、ああいうところに、はい、そしてまた次もマセラティなんですよ ね、 ねグランスポーツ、グランスポーツ、車と同じような形なんですよね。そうです、ね、マセラティクーペをスポーティーにしたのが愛しの一台マセラティグランスポーツ。レースで使われていたモデルをベースに作られた本格的なスポーツカーである。あの車はすごかった、状態いいし、スピードも良かったし、ルックスも良かったし、あれ超かっこよかったんですね。ただある友達があの車見て、ああ買いたい買いたいとか、売ってくれませんかと、すごい仲いい友達、私新しい車したかったから、まあしょうがない、売ったんです安く、我慢したんです、それ違う車買おうと思って、私の友達1週間後高く売ったんですよ。あの車で儲けた。転売したってこと。だからね、ね、大変乗ってもらえると思ったからね。あの車超もったいない。今でももったいないと思う。ショック。殴りたかったんですけど。いや、本当ひどいですね。ひどい。もうやっぱもうそこから縁は切りましたか。その時はギリギリでちょっと許したけど、別の意味でまだひどいことされて切ったんです。まあ、そんなことするやつはね、そうだよ、何個またしますね。マセラティ時代を継ぎましてですね、またまた次の時代がやってくるんですね。ちょっとめくってみましょうか。はい、こちらです。44歳がランボルギーニガヤルド、そして45歳がランドローバーのディフェンダーのロング、そして46歳でアルファロメオの1962年のジュリエッタ、ね、こういう感じで続いていきます。ジュリエッタ、ガヤルドだったってね。そうなんですよ ね、 すごいね、これあのイタリアではね、ランボルギーニの警察でやっぱり使ってるんですよね。そうです、あの警察が、イタリアってランボルギーニ使ってるんですか。使ってるんですよ。すいいで、ランボルギーニ乗りたいっていう若者がそれでこう警察官になったりするんですよね。その車がこちら。2003年のジュネーブ賞でデビューした V10 モデル、ランボルギーニガヤルド。言わずとも知れたイタリアの自動車メーカーランボルギーニ社が製造するスポーツカー。ちなみに闘牛の名前を社名につけることが多いランボルギーニだが、このネーミングはスペイン闘牛界の名士フランシスコ・ガヤルドから来ている。あのランボルギーニ出た時に、私一番最初のガリアルド1週間乗ったら背中めちゃくちゃ痛かった。あ、バイブレーションが、ね、バイブレーション硬かった。仕方がない、ゴツゴツしてたからね。ベッドに入ったら天候かなと思った最初の日で。Dサイズ的にはね、ベビーランボルギーニって言われたぐらいでちょうど使いやすいんですけどね。使いやすかった、ある意味でね。というのは、ああいうような車は100円パッキー入れられないじゃないですか。新しいランボルギーニだと、アップするためにボタンがありますね。ちょっと上がったり。今の現行のガヤルドは、30ミリフロントが上がるんですね。擦らないようにってことですか。擦らないように。上がるんだ。はい、3センチ上がるとだいぶ違う。違います。気をつけないといけないのは、パッキングするじゃないですか。私の友達それ乗っていて、それやって30センチ上がったんですよ。スピード出す自動的に下がるの。だから友達が駐車場に入れようと思って、ちょっとスピードボンボンぶつけたんですよ。やっぱゆっくり行かなきゃいけないの。重要だもんね。でもあのフロントの部品も、あのスーパーレジェラって一番高いやつについてるやつなんかは、あれだけで120万出せるんですよ。だからもうそんなんでぶつけちゃったらね。そこやっただけで。そうですよ。120万。はい、ね。ディフェンダーのロングっていうのは意外ですけどね。ね、あれは。結構面白い車だったんです。というのはディフェンダーが好きだったんです私が。イタリアの警察みんな乗ってるんですよ。イタリアの警察も乗っているイギリスの四輪駆動車、ランドローバーディフェンダーロング。実はジローラムさんはタイヤメーカーピレリとコラボし、この車にさらなるカスタマイズを行っていた。中のシートは全部、革が全部作ってもらって、そのタイヤのプリントを椅子の上で全部プリントしてもらったんです。赤いステッチで、黒で赤いステッチで、その椅子は全部ベンツの椅子です。まあ、全部合わせて多分1200万ですね。うわ、だから結構すごい高かった。ただ乗った時に街の中で超大変だったんです。
駐車場がなかなかないし、はい、マニュアルだと高速で乗ったりとロングディスタンスでいいですけど、うん、短いはイライラしたんですよ。4ヶ月、まあ1ヶ月、2ヶ月かな、それで打っちゃったんですよ。え、そんなにやってそんなにもったいない考えられない。あ、イライラしてたから売りたい売りたいと言ったら、もともと私に売った人が、あ、ジロー買ってあげるよ予約マンでと言った。騙されたバカなお金ですね。バカなお金ですね、本当で旧車に行くね。そしてそうですね、旧車アルファロメオの1962年もののジュリエッタですね、うん、これもなんかこうもうイタリアらしい車ですよね。それかわいい、これはいい、うん、やっぱりあの車見た瞬間に人の目惚れ、人目惚れしますよ、あれは、うんうん、俺のものだと思って。そんなジローラムさんが一目惚れしたアルファロメオジュリエッタ、イタリアのアルファロメオ社がデビューさせた小型車、まさに古き良きイタリアンカーの見本である。あの時のエンジンがバッチリで、今でも買わなくてもバッテリーずっとつけっぱなしで、一回バッテリー上がったことはない。エンジンがすぐボーンかけてて、あれすごいですよ。ただ日本の真夏だと蒸し暑いじゃん、この車クーラーがないんですよ。暑いからまるでフライパンの中にいる感じになってるんです。オリーブオイルかけてしまう。だから夜で運転するやつで、いろんな車乗り継いできましたが、次は何ですか。次は実は今日、今私は乗ってる車がありますね。お、今そうですね、うん、サーキットで私の車がね持ってきたんですね。おお、ちょっと見ましょう。はい、今現在ジローさんが乗っている愛車で登場してもらいましょう、はいはい、お願いします。何だろう。おーおー、すげー、おーおー、着いた着いた、え、ボンジョールのこれはいい、アウディ R8、 R8、ね、出世しましたね。随分と。そうですね。でもね、好きなんですよ、これ。これ、ね、これ小木買おうとしてたもんね。買おうとしてた。なぜ買わなかったの。いや、高すぎる。そう、そんな簡単に買える車じゃないんですよ。高いんだから、これ。現在の愛車、アウディ R8 スパイダー。お値段は、なんと2000万円。1日にわずか数台しか生産されないスーパーカーである。時速100キロまでの加速はなんと 4.1 秒、最高速度313キロに達するモンスターカーである。もうちょっと綺麗にしてきてくださいね。イタリア人はあまり綺麗にしないの。嘘つけ。本当本当、車はやっぱりその味そのままで行かせることは使ってるぜというの。いやいやいや、庶民って庶民派の車はそうだけど、こういう車みんな綺麗にして乗ってますって。そうなのよ。今イタリア人で逃げようとしたでしょ。こちらの R8 はですね、うん、あのランボルギーニのガヤルドってあるじゃないですか、はいはいはい、ベビーランボルギーニって言われてる、はい、あれのまあベースにも載っているモデルなんですね、はいはい、でこ の, あのボディなんですけども、はい、アウディスペースフレームっていうすごく軽い軽量化されたものが使われていまして、アルミが結構使われていて、でエンジンの方はこのマグネシウムを使ったりしてまた軽量化されていて、すごいやるね、軽くて速い車、軽いんだこれ。確かに、ね、あとル・マン24時間でもこの車大活躍してて、 その R8 の技術がギュッとフィードバックされて作られてるんですよね。 あとバランスもそうですね。いいです。クワットロだから全部力が全部ドライブ、ね、だからカーブに入るときにすごい安心で入ります。へー、やっぱね、いい車、いい車だよ。これあれはホロ、ホロ、ホロどこに入ってるんですか。この中、これ全部ホロ入ってるの。これそうです。ちょっと見たい、うん、これすごい、やっぱりドイツの車だね。逆にソフトトップなんでこの中に収まるんですよね。ハードトップだともっとガバーッと来ちゃうんで。おー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 、ソフトトップ、赤だ、いや赤だ、いいね赤。かっこいい、やるねイタリア人。やるねイタリア人、本当にやっぱイタリア人の色だね。おー、かっこいい、いや、なんで閉めちゃうの。なんで閉めちゃうの。喋れなくなっちゃうよ。いや、一応もう一回開けるから。もう一回開ける。うわー、かっこいい。あ、いいね。
でもこういうソフトトップの方が高級車の証なんですよ。そうなんです。最近はハードトップが多いですよね。そう、防犯性とかお手入れ、それでハードトップが多いんですけど、ちゃんとした車庫を持っていて、ちゃんとしたことができてっていうと、ソフトトップの方が、ね、あとは私悩んでたんですよ、これ買おうかフェラーリ買おうかどっちに買おうかな。フェラーリ、イタリア人なんだからフェラーリ、フェラーリでしょ、行くでしょ、みんな行ってるから行かない方がいいなと思って。だから、これの車のイメージの人はあまりないんですよ。新しい、だからイタリアですごい人気があって、デザイナーとかそういうファッション系の人たちみんな乗ってるんですね。日本ではだって二郎さんがドンコニシって感じでしょ。ドンコニシは私乗ってたから買ったんです。あ、やっぱり、まあ一応お兄さんだからね。お兄さんだからね、ちょっとこれ二郎さん乗らせてくださいよ。これどうぞどうぞ。そうだね、もしかしたらドン小木が買うかもしれない。そうですね、試乗試乗。ちょっとこれ、これどんな感じなんだ。これ普通にかかるんですね。そうです、そうです。おお、いい音する。中にいると音が違う、外で聞くの。そうで、これであとはこっちで行ける。こっちで行ける、はい、ゴー。本当に行くの。行く。試乗試乗、買うんだからだって。試乗試乗。おお、早いなこれ。かっこいいね。なんだこのいい音は。何でこのエンブレのねえ、おダブル踏んでるわけじゃないの。そうな、普通にたら3を2にするだけ。だって本当のマニュアルの時のエンブレムの仕方で一緒やん。アクセル吹かしてんの、ね、そう。なんでこうなんの。すげえ面白いね、これ。いいよ。いいね、似合うしね、お気に。あ、そう、うん。いや、これ似合う男になりたいんだよね。いや、こうやって今横から見てるけど違和感ないからね。あ、そう、うん、似合っちゃってるから、うん、いや、俺は似合ってなかったら進めないよ、うん、やっぱいい音しますね、シフトダウンするとね。あのまま乗って帰られちゃいますよ。かっこいい、これかっこいいな。ここでアウトにいっぱい出て、そう、ここからブーン、ここ直線、ここでグワーン行く、踏み込む、そう、おお、気持ちいい。これは気持ちいいわ。これはすごいわ。ガソリン代高いよ。ガソリン代高いんですよ。